どうなってんだよ、おい、なあ、どうなってんだよ！
何なんだよ。皆さん下がって、召喚します。無駄です。今のあなたには無理です。でも何かしたい。ユーナ殿、なんでシンを追いかけたのか自分でもよくわからない。頭の中ぐちゃぐちゃで、気がついたらあいつを追いかけてた。シンへの怒りとか、帰りたいとか、ザナルカンドのこととか、親父のこととか。なんだ？ジェクトは練習嫌いだから、もうすぐ引退なんだってさ。勝手に言わせとけ。俺は特別なんだ。ジェクトは叫びたいだから、もうダメだってさ。酒ぐらいいつでもやめられるさ。じゃあ今やめなよ。なんだ？やめられるんでしょ。明日にでもな。どうして今日じゃないのさ。明日できることは明日やればいいんだよ。どうして泣くかね。情けねえ。親父を感じたような気がした。まさか真の毒気ってこれかなんてさ。何人死んだんだろう。人が死ぬたびにユーナは踊る、あの悲しい踊りを。ユーナはあと何回、シンがいる限りユーナは踊り続けるのか。そんなことを考えていたと思う。帰れなかったな。あ、たくさんの物語が終わったが、お前の物語は続くようだ。え、俺は家に帰れなかった。また真に近づいたんでしょ、ドッケ。大丈夫なの？素早い退散だな。
満足か。どういう意味だ。教えに反した兵士たちは死に、従順な僧兵だけが残った。昔と同じというわけにはいかんな。顔色が優れませんね。しかし優奈殿、このような時こそ気丈に振る舞わねばなりません。普通の人間ならば、時には悲しみに浸るのも良いでしょう。けれども、あなたは召喚士、人々の希望そのものなのです。真を倒すまで弱音は許されません。よく心得ておくことです。はい、努力します。不安ですか。ならば私が支えとなりましょう。ユーナレスカを支えたゼイオンのように。続きはいずれお目にかかるときに。それでは。シンはジェクトだ。実はさ、そうかもしれないってさっき思った。言っとくけど信じたわけじゃない。シンはジェクト、奴はお前に会いに来た。俺に会うためにたくさん人を殺したってのか。それがシンだ。自分の姿をお前に見せに来たのだ。なぜだかわかるか。全然知るかっての。お前に殺されるためだ。死んでいる限りジェクトは襲い殺し続ける。それをお前に止めてほしがっている。ふざけんじゃねえよ。なんであんたにそんなことがわかるんだよ。話の途中だろ、逃げるなよ。お前もな。
大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。張り切ってんな。辛い時ほど努力して明るく振る舞う。え？今も同じだ。無理をしている。ほっといていいのかよ。ガードが心配するとユーナはもっと無理をする。お前も気をつけろ。心配するより笑顔。決まりも練習している。ちょっとやってみ。はあ。
Thank you.
5度目やれやれ。じゃあな。常にこうありたいものだな。あのさ、ザナルカンドまでどれくらい？まだまだだな。原稿川を下ってグアド族のグアドサラム、その後は雷平原を越えてマカラーニャの寺院。うひゃその前にジョゼの寺院でお祈りです。一気にバビュッとザナルカンドへ。それじゃダメなの？うん、
なるべくたくさんの寺院をめぐって祈り子様にご挨拶しなくちゃ。それが召喚師の修行だ。究極召喚に耐えられるように心と体を鍛えるのさ。大変だな、ユウナ。みんなと一緒だから大丈夫。おい、新入り。俺っすか。他に誰が。なんすか先輩。ジェクトとシンの関係、ユーナに伏せておけ。は？あの性格だ。知ればお前とジェクトへの遠慮が生まれる。そんなものは邪魔だ。まあそうだな。でもさ、話しても誰も信じないぞ普通さ。ユーナは信じるさ。ああそうかも。あのさ、俺にも話さなくてよかったんじゃない。俺の気持ちどうなるわけ。いざという時に泣き出して役立たずでは困るからな。な、泣かないっつーの。泣き虫と聞いていたがな。子供の頃はそうだったんだ。今でもそうかな。あ、俺は信じたわけじゃないからな。皆さん、ご無事で何よりです。あなた方もよくご無事で。エボンの賜物ですね。我々は命拾いしましたが、戦力としては全滅同然です。生き残ったチョコボはこの子だけなんです。これじゃチョコボ騎兵隊なんて名乗れないっすよ。教えに背いて参戦した挙句にこの有様です。死んでいった兵たちに合わせる顔がありません。お前だけが残っちゃったね。みんなの分も頑張ろうね。作戦に参加する前に冷静になるべきでした。やっぱり教えを破っちゃいけなかったっすよ。あれ、ジョゼの寺院。雷キノコ岩はね、召喚師が祈り子様と対面した時だけ開くの。誰か他の召喚師が来ているってことだな。どんな人かな。どなだったりして。負けたくないな。うっす、行くっす。Thank you.